さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。タクドラの時間です、ちょっと私が体調を崩してしまいまして、約1週間ちょっと、おとなしくしてました。コロナではないです、はい、安心してください。持病ですね、持病がちょっと悪化してしまって、なかなかお約束通りにアップできなかったんですけど、久しぶりのタクドラです。まあ、ある生徒さんから頼まれてた楽譜が仕上がったので、ちょっとこのビデオと別にですね、仕上がった楽譜をちょっと叩いてみる、見てる動画も上げてます。まあ、見てみてください。まあ、仕上がった楽譜をこっち持ってきてパッと叩いて、いくつか間違ってるところあるんですけど、まあ結構激しめのロックの曲なので、あんまりその楽譜通りとかっていうのにこだわらずにですね、ゆくゆくはその曲に合わせて自分の叩きたいように叩けるっていうのが、なんかちょっとゴールのような気が僕はしてるのでですね、まあ細かいとこは勘弁してください。はい、で、まあ直接のお問い合わせもいくつかいただいてます。たまたまちょっとビデオであるミュージシャンの方とセッションした動画を上げた時に、まあ単コーラス目 A メロはドラムなしみたいなパートがあって、手持ちぶたさでですね、僕苦手なんですけどスティックを回す練習をしてたところ、回し方を教えてほしいというメールをいただきました。これね、僕本番では絶対にっていうか、ほとんどスティック回しやんないんですよね。なんでかっていうと、生まれて初めてステージに立った時、もう指が向けるぐらいこれ回す練習をして、で初ステージで回したところですね、この辺にこう照明器具があって、それにスティックが当たって、一番大事なところでスティックを落としてしまったっていうトラウマがございましてですね、本番中に回すことはまずないですね。はい、まあ、ただなんてことないです。いろんな回し方があって、本当器用な人っていうのは全部の指使って、こういろんな回し方をこうされるみたいですけど僕ちょっと人よりすごく指が短くて落としちゃうんですよね。で、まあビデオでやってた回し方っていうのはなんてことない、普段こう持ってるスティックですね、これをこう人差し指と中指でこう挟むわけです。わかりますかね。よくバトンとワラーがこうやって回してショスティックを回ってないですよね。それをこうしてるだけで、それをこの2本の指に挟んでこうどうやってこうしてこうして回って見えるでしょ。まあ逆方向が僕下手なんですけど、それだけです。ここに挟んで、あとこれをこうクリクリ回してるだけです。まあいろんなね、もっとちょっと立体的なギミックとかあるんですけど、練習中なので出来上がったらまた公表します。まあこれはこのぐらいにしておきましょうね。でですね、まあちょっと今度別の質問でですね、例えばその曲を実際叩いててフィルインなんかが入りますよね。ダガ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 で、結構その楽譜の一粒一粒の数をこう数えていくつ叩くっていうような感じ でこれどうやったら数えられるようになりますかみたいなことを質問されてですね、これ1個ずつ数えてたらまずリズムにならないですね。例えばこういうテンポで、ね、タカ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 タ今16個叩いたんですけど、もう全然無理です、無理です、無理です、だからどうやって数えてるかっていうと、数えてるわけではないんですよね。要はこの基本のビートがあって、でこれにいくつずつ音符が入ってるのかなっていうのを後で数えるみたいな、そのためにはですね、必ずやらなきゃいけない練習がありましてですね、私のレッスンでは結構もうすぐ曲の練習に入っちゃうので、なかなかこういうところを、まあ、説明はするんですけども、皆さんのこうどういったんですかね、
自主性に任せてるところがちょっとあったので、ちゃんとやってみようと思います、ね、この機会にですね、うん、で要はそこで BG 止めますね。そのアクセントの時とかいろいろどんな時でも説明するんですけど、まずその曲のテンポ、いわゆる四分音符ですね。今の曲だったら1、2、3、4って普通にこう拍子を数える。まずこれがこう曲に応じてやっぱりリズムをこう見つけ出せるっていうことはすごく大事ですね、だからその手が動くとか動かないとかっていうこともなんですけど、やっぱり同時にリズム感っていう感覚を鍛えていかなきゃいけないですね。でまあなかなか口で説明するのは難しいんですけど、これ説明しようとすると楽譜か書かないとなかなかこう伝わらなくてとかで、楽譜書いちゃうと楽譜がないと叩けないみたいなことになってしまいかねないので、あのいわゆる、まあ、耳コピー能力を高める、要は耳を鍛えるっていうような意味合いでですね、まあそのどう言ったらいいんだろう、トレーニングだと思ってください。で例えばさっきの曲じゃなくてちょっとどうだろう、あこれちょっとシンコペーションかかってて難しいですけど、こういう曲をパッて聴いた時にその四分音符、いわゆる拍子になってる元のリズムですよね、これをちゃんとこう把握できるかっていうのがすごく大事なんですが、普通にこうなんとなく体が動くじゃないですか、まあ、この曲、まあ、ちょっと引っ掛け問題みたいにちょっとこうシンコペーションがかかったような、混ざってきますけど、まあ分かりやすいですね。これが曲のテンポっていうことで、1、2、3、4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 、
つずつ音符が入っていくかっていうのが、いわゆる、まあ、サブディバイドとかサブディバイディングっていうんですかね。要はそれを今度調べたら、要は分割なんですよ、ね、要は時間を分割していく。例えば難しいですね、説明。こういうテンポがあったとします。これ BPM80 っていうテンポです。で、BPM っていうのは、ビートパーミニッツ。要は1分間に何回叩くかっていうので、いわゆるこれ BPM80 なんですけど、これ1分間に80回音が鳴ってます。ですね。だいつもレッスンでは80のテンポとか90とか92とか、これ160早いねとかって言ってるのは、大体その BPM ですね、ビートパーミニッツ、1分間あたり四分音符が何回だ。楽譜によってはそれが8分音符が何回っていう書き方をする楽譜もたまにあるんですけど、まあ、大体四分音符だと思ってもらっていいですね。じゃあまずこれにぴったり合わせる、これ結構意外に難しいですよ。四分音符を両手 でこれは四分音符を、まあ、分割せずに叩く練習ですよね、両手 で当然片手だけで、例えば、ね、左手でも、これを安定させて叩くのは結構難しいです。で、まあ2拍3連とかっていうのがあるんですけど、ちょっとそれは置いときますね、難しいのでね。で、例えば今四分音符がこう並んでた、それを真っ二つに2等分ずつしていくと倍の数になりますね。8個1小節の中に四分音符っていうのは、いわゆる4分の1で4つずつ音符が並んでたのが、それを半分に分割していくことで倍の数に増えていきますね。そうすると8分音符っていうこと、もう8分割した音符でもそのまんまですね。そうするとどうなるかっていうと1234だったら、今度は1と2と3と4と1と2と3と4とで
8個になりますね。いきますよ。これが8分音符です。左からとかね、手を逆にして、これ意外と難しいです。片手だけで。まあ、このぐらいの速さだったら、1,2,3,4,5,6,7,8 って数えておれば数えられますよね。うん、ただ、まあ、1と2と3と4とみたいに元のビートを意識できるような数え方をすると数えやすくなりますね。1N2N3N4N 英語ではそう言いますね。で次、まあどうしましょう。これに3連符っていうのも入ってきます。まだ3連符全然触れてなかったんですけど、1拍を3等分する。だからタカタ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 タタタタタタ1,2,3,2,2,3,1,2,3,2,2,3,3,2,3,1,2,3,2,2,3 でも無理です。数えるのはもう口が回んないので、まあ言えた方がいいんでしょうけどね、うん、こうなります。3連符になりますね。これさらっていきましょうかね。で、いわゆる16分音符、8ビートのポップスとかが曲としては一番多いんですけど、フィルインはだいたい16分音符で構成されてますね。こうタカ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 っていうやつですね。うん、まあアメリカとか英語圏でドラムを習うと、この16分音符も数える数え方があったりします。さっきの1 and 2 and っていうのは and ですね。 and だけど、まあ発音的になんか、1 and 2 and 3 and 4 and みたいな数え方をします。その相中に1にねえな、2にねえな、3にねえな、4にねえなっていうのを数えながら、あちら側の人たちはみんな練習するみたいです。1 e and a 1 e and a 2 e and a っていうのを言いながら向こうの人は練習しますね。まあこれ練習してもいいし、うん、とりあえずどうですかね、タカタカでも何でもいいですよ。4文字の単語を考えながらとかってよく言いますよね。まあ、僕なんか古川って名前なので、この古川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 ってちょっとこう締まりのない名字であんまり好きじゃないんですけどね。何でもいいですよ、4文字なら。もうまあいいや、子供たちには人参人参とかちょっと教えたりしますけどね。とりあえず一拍に均等に4つの音をこう、でその先も言ってみましょうかね。この6連符、これを6分割します。タカタタタカ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 これ意外と出てきますね。曲何曲か仕上げた方は、ああ当たったっていうね。で結構これちょっとゆっくりめのテンポですけど、まあ普通のミドルテンポぐらいの曲に6連符出てくれば、わあ早いみたいな感じに皆さんなってしまうんですけど、だから普段からこういうのは練習しておく必要がありますね。まあこの速さだったら、そうですね、 8連符、まあ32分音符っていう、要はさっきの16分音符がある、これを片手で叩く速さ、この速さですね。で左手を加えて、
ですね。でこの8連符ぐらいになってくると、いくつ叩いてるんですかみたいな話になってきますね。だから当然1、3、4、5、6、7、8、9、10なんて数え方も、叩いてる本にも多分できませんね。だから右手だけ数えてるんです。あの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。それに対してこう相中に左手が入ってくる。だからこれをどういったらいいですかね。まあちょっと正式な言葉があるんでしょうけどね、その8連符なら8連符のフィーリングとかグルーヴとかなんて言うんだ、感覚的にダーダーダーみたいなこう言葉で表現するとそうなるけど、あの数えずともそれをパッと叩ける訓練が必要です。そうした時にあの例えば叩く数は数えられてないんだけど8連符で1拍半とかね、ね、デグ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 全部で12個ってことになるんですかね。タタ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 、そうですね、こんな数え方なんですよね。だから1、2、3、4、2、例えばこれ8連符ですね。だからこれがグーだグーだ、これで9つですよね。1拍と1個、8と1。これがドゥグ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 、うーん、だけだけ、うーん、だけだけ。これで12個みたいな。まあそういう数え方になります。あのいくつ叩いてるんですか先生って聞かれた時で、って考えながら、何個ですねっていうのはそれを数えてるわけですよね。だからまあこれ皆さんできた方がいいので。あのこれ今たまたま80っていうテンポでやってますけど、その80っていうテンポに対して4分音符、8分音符、3連符、16分音符、6連符、8連符、まあ早くなると8連符とか6連符でもきつくなったりはしますけども、これをチェンジアップの練習って言いますね。なんかこうギアチェンジしていくみたいな感じで音がどんどんこう段階的に速くなっていく感じがするのでそう呼ばれると。これは必ず練習してください。あの例えば吹奏楽の子たちとかがね、屋上とかね、グラウンドでもう板打ちっつってこうテケ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 ってやってるのはこのチェンジアップを結構練習してますよね皆さんね。これはもう基礎中の基礎です。うん、だからあの今パッて鳴ってるテンポに対して4分音符はこれ、8分音符はこれっていうふうにやっぱり叩けなきゃダメです。ね、こういう言い方は僕レッスンであんましたことないんですけど、叩けた方がいいですねみたいな。言い方しかしないんですけど、叩けなきゃダメです。うん、だからそんなにまずはスピード速いのを練習する必要ないので、そうですね。まあ、人によっては70とか60とか、まあ、ゆっくりはゆっくりの、難しさがあるんですけど、練習してみてください。で、ちょっと言ってみましょうかね。これを連続で今度は切り替える練習ですよ。四分音符から始めて、8連符までいきますよ。まずは4分音符ですね。で次8分音符で3連符、これは難しいです。で16分音符、6連符、で6連符、16、3連符、8分音符で4分音符。これはとにかく繰り返しながら何回も何回もやってみることですね。
っかりですね。だから、まあ、苦手なところだけをこう反復してもいいですよ。例えば8分音符から3連符でまた8分音符3連符みたいなやってみますよ。3連符から16分音符ですね。あとは16分音符から6連符とか、まあまあやろうと思えばいいけど、これ結構集中力いります、ね、こうやってると僕も、あ、言う割にはちょっと自分もあんまり毎日できてないなとかね、ちょっと反省しながらやってるんですけど、これちょっとすごく大事なところなので、ぜひぜひちょっとやってみてください。今回はこのちょっとチェンジアップですね、で終了したいと思います、うん、まああとはそうですね、ちょっとお店も休業になってしまってですね、スタジオにもなかなかちょっと入れないので、自宅からがなかなかちょっと難しくてですね、家だとテンション上がんないですねなんとか家からどうにかして皆さんにお届けする方法を今ちょっと模索してるんですけど、ちょっと気持ちを持ち上げるのが非常に家にいると難しくて、スタッフがちょっと仕事で来てる隙を狙って今日ちょっと録画させていただいてるんですけれども、まあなんとかちょっとそうですね、曲を叩いてみるとか、実際ドラムセットを使う収録はここでしかできないんですけど、まあその灰田舎を埋めるシリーズではいろいろちょっと普段あんまり詳しく説明できないようなスティックコントロールの動画なんかを上げてってみましょうかね。だからまあ今日やったチェンジアップで、それがうまくいくと今度それぞれにね、前のビデオとかで説明してたアクセントとかそういうダイナミックレンジのコントロールとかっていうのを合わせていくとどんどんレベルアップしていきますよね。だからまあ本当に上達したければ基礎を深く掘る、ね、でそのボキャブラリーの数を増やすよりも今持ってるボキャブラリーの表現力の幅を広げる、ね、これをちょっとコンセプトにやっていくと皆さんすごくいいドラマになれると思います、ね、まあ僕もコロナなんかに負けずにめげずにちょっとこの時間を利用してうんうんレベルアップしたいんですけどもね、皆さんと一緒に頑張っていけたらと思います。まあ次回をまたお楽しみに。ありがとうございました。